っぱ私の楽しいことレーダーに間違いはない。なんで大切な休みをこんなことで無駄にしなきゃいけないの。まあまあデイジー付き合って。このミステリアスなパーティーは連れが必要らしくて、ダンスのパートナーがいないと参加できないんだよ。引っ張らないで。ねえねえ見た？あのキラキラのドレス着た女の人超綺麗。あれは確かラングリー、噂の第9機関のリーダーだよ。わお、あの美人のお姉さんは大物ってこと？ただの大物じゃない。第9機関はニューシティの情報機関で、彼女はそこのスパイのリーダー。ニューシティの上層部が噂を聞いただけで恐れる冷血の黒ワニだよ。やば、すっごー。パーティーに大物がいるって聞いてたけど、そんな超ビップだったなんて。絶対顔見せておかなきゃ。でも彼女と関わった人の末路は。まずい、気づかれた。もしかして私たちのこと知ってるのかな。ニューシティの大物も私たちのファンなんだ。また裏でヤバいことでもしたんじゃないの。デスシティでは何が起きても彼女にすぐバレるんだから、早く逃げた方がいいよ。こそこそ隠れるより正面からぶつかった方がいいって。待って、こんにちはお偉いさん。私はラファ、あのデスラブラジオの MC だよ。ああ、知っている。ちょうどいい、私は人を待っていてな。話したいことがあるなら言ってみろ。5分やろう。ほら見なよ、話しやすい人じゃん。デイジー何怖がってんの。黙って。お前がデイジーか。あの異世界の声が聞こえるという。ラングリー長官こんにちは。はい、私です。え、なんで大物はみんなあんたのこと知ってんの。まさか。わからない、追跡されてたのかも。お前たちが入ってきた瞬間、それぞれの詳細が私の元に届いていたのだ。何何、やっば、私のレーダーですら全員の詳しい情報なんて入手できないよ。ラファーの使えない能力を他人と比べないで。悪いが一つ聞かせてくれ。デイジーさん、異世界に何か新しい動きはあったか。何のことですか。未知のコンビクト、ブラックリングの再編、そして未来の情勢までも話しているという、あの人たちのことだ。最近はあまりその人たちの声を聞かないので。ほう、そうか。第9機関は彼らにとても興味があって、お前たちの番組を全て聞いたぞ。情報収集のためにな。ある意味私はお前たちの大ファンだ。おお、デイジー聞いた？やっぱりニューシティのお偉いさんは私たちのファンなんだよ。いつか第9機関はお前の能力を必要とするかもしれない。それまで言動には気をつけてくれ。デイジーさん、ファンを失望させるなよ。ちょっと、うちのデイジーを脅すな。ラファー、ラングリー長官はそういう意味で言ってるんじゃない。あなたは異世界の人を排除したいんですか。どうだろうな。怖っ。冗談だ。第9機関はただの情報機関であって、人を排除する力はない。さて、部下が到着したようだ。先に失礼する。二人とも楽しい夜を。乾杯。お気をつけて。ねえどうしよう、楽しめなくなったかも。彼女が待ってた部下って MBCC の局長だったんだ。このままだといつか私たちも捕まりそう。くそー、どうしたらいいの。